どうぞ。いや、どうも。何回見てもモナリザはまさに傑作だわい。いや、しかしここはバカに空気が悪いね。おや、どうしたんだろう。それでは諸君、始めなさい。将軍。ここで臨時ニュースを申し上げます。上野の国立博物館でレオナルド・ダ・ヴィンチのあの不朽の名画モナリザの微笑みが先ほど田中総理一行に変装した何者かの手によって盗まれました。あ、アキラさん大変よ。うん、しかしおじさんもガードマンもいたのにどうしてモナリザが盗まれたんだろう。元鬼刑事と言われ現在探偵事務所の所長をしておられる古川さんはその時の模様をこう話しておられます。顔も声も田中総理そっくりでした。全く不覚の遺体です。また本物の田中総理はともかく日仏親善のためにも一日も早くモナリザを取り戻し私に化けたという一味を捉えることです。しかし大胆な犯罪だな。日本政府はきっとモナリザの代償として100億円くらい払わされるかもしれないわよ。大変ね。お父さんはどうなるのかしら。大変だわ。責任重大よ。パパは桃ちゃん所長は大丈夫だよ。兄貴と一緒にきっと犯人を捕まえるよ。はい、古川探偵事務所です。あ、所長。え、うちの父が殺された。すみれさん。お姉ちゃんしっかりして。すみれさん。すみれさん。すみれさん。もしもし。はい、すぐ行きます。駒口、すみれさん、君たちのお父さんの敵は必ず僕が撃つ。アキラ、この羽を見てくれ。おじさん。うん、どうやら手がかりになりそうだぞ。間違いありません。これは機械岬にしかいない怪奇鳥の羽です。しかもまだ新しい羽だ。うん、新しい。ということは犯人たちは機械岬だ。
おじさん、国立博物館に落ちていた羽と同じものですよ。アキラ、あの札も怪しい。もし1時間経って戻らなかったら乗り込んでください。分かった。これが怪奇症か。ひとまずあそこに隠れよう。貴様何をしに来た。ここを Z 団の基地と知ってのことか。何をしに来た。よし、答えられないのなら答えさせてやる。レーザー光線。貴様も鶏と同じ運命になりたいか。どうだ、さあ言え。何の目的があって来たんだ。よし、やれ。くそ。早く白状しろ。くそ、言うからやめろ。さあ言え。モナリザを取り返すためだ。なんだと。身の程知らずめ。貴様に我が Z 団が最高のおもてなしをしてくれるわ。上層にしてしまえ。しましたモナリザ盗難事件のニュースを申し上げます。ただいま入った情報によりますと、 Z 団と名乗る一味からモナリザと引き換えに1000億円という巨額の金を要求してきたということです。ん、慌てているわ。
大変です。透明人間が現れました。何？それでそいつはどうした？ここだ。透明人間が出たぞ。動くな。全員銃を捨てろ。捨てないとこいつの命はないぞ。くそ。バー！でーでどこにいるんだ。出てこい。出てこい。ここだ。足が見えたぞ。お返しします。よかった。アキラ君、ご苦労さん。危ない、捨てろ。またいつの日にか会おう。さらば。僕がいる限り絶対お前たちに勝手な真似はさせるもんか。いつでも来い。